はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。はい、今日は土曜日ですね。はい、私事で恐縮なんですが、今週はですね、皆様ご存知かわからないですけど、結構ね、株式市場の大荒れに荒れてですね、個人的には結構大変な一日だったんですけど、ようやく落ち着いた感じで過ごしております、この時間帯になって。で、それはいいんですけど、今日のお話は、皆さん人工肉とか、あるいは英語でその訳す前の言葉はクリーンミートっていうものがあったりするんですけども、聞いたことありますかね。これは何かっていうと、その動物から普通に肉をその生産していくっていうことじゃなくて、肉のような味わい、食感を持った人工的に作られた肉を植物から、植物性のタンパク質から作っていこう、加工していこうっていう、試みであり、そういう食材が今出てきてるんですよね。で、そのことについてお伝えしたいと思います。で、自己紹介に関しては概要欄貼っておりますので、どうぞそちらをご参照ください。で、記事が一つ出てたのでリンク貼っておきますけれども、企業としては名の知れたところがすでにあります。ビヨンドミートっていう企業があるんですね。で、ここが大手として知られていて、で、この企業がまだそのプロダクトとしては商品としては世に出ないと思いますが、研究開発なりその、おろすということですね。マクドナルドに対してビヨンドミートが人工肉の多分商品開発および卸しっていうところまで行くっていう契約を3年ほどしたっていう報道がされてたわけですよね。で、まずですね、それそもそも美味しいのって話になるわけですけども、例えば皆さんその近いものは口にしてると思うんですよ。豆腐ハンバーグとかあるじゃないですか。豆腐はさすがにすごく淡白だから、豆腐の味しますけど、でも僕も食べたことないんですよね。すごく興味はあるんですけど、話に聞く限りでは実際の肉とほとんど変わらないっていう話は聞いたことあります。で、ちなみに店舗としてはシンガポールなんかでは出店してるみたいですね。で、この肉をじゃあ食べられないのかっていうと、僕は千葉の住まいなんですが、千葉のコストコに売ってました。なので、機会があったら買いに行ってみようかなというふうに思ってるわけなんですが、ホームページも貼っておきますね。ソーセージとかハンバーガーとか普通にそういうものがある、ミートボールとかいろんなものがあるわけですよね。で、この話を聞いて皆さんどう思うかっていうことはちょっとお聞きしてみたいんですよね。直感的に何が、なんでこんなものが出てきたのかと。で、一番の理由のところはやっぱり環境負荷なんですよ。環境負荷、生産およびいわゆるフードマイルの話で、どういうことかっていうと、やっぱりその畜産っていう畜産業で、あれはその牛とか豚とかを育てるにあたって、たくさんのね、農作物を飼料を与える必要がある。で、その与え方もすごい 無理やりな与え方をして、その無理やり太らせたり肥えさせたりして、で、肉を無理やりその生み出してっていう、かなり言ってしまえば気持ち悪いことをやってたりする。非常に生産効率が悪い上に、なんか異形な形をしているものになりつつ、もうなって久しいわけですよね。で、当然ながら飼料をたくさん生産する、消費するっていうことは、その飼料を生産、また飼料を生産するために手間がかかるし、で、その分、環境負荷っていうところ、要は生産するための、難しいんだけどな、なんて言ったらいいんでしょうね。生産加工、その飼料といえども生産加工をするためのプロセスの中で、主に CO2 を出すっていうところがあったりするわけですよ。で、食物連鎖じゃないですけど、それだけのそのエネルギーを消費したり、飼料を生産するぐらいだったら、そもそも植物から似たようなものを作れたらそれでいいじゃないかっていう話になってきたわけですよね。で、これとは別に、その実は我々日本人、あるいはアジア人種っていう言い方でもいいかもしれませんけど、にとっては
すごくその合理的といえば合理的なんですよね。でなぜかっていうと、これ身体のレベルで合理的なんですよ。我々日本人って数百年前まではタンパク質の主要なタンパク質源どこだったかっていうと、皆さん何か分かりますか？これはね、大豆あるいは豆なんですよ。でまあ皆さんその関東東側に住んでらっしゃる方だったらよく口にする納豆なんかはその筆頭ですよね。で豆からタンパク質を取ってたんです。でもそのまあだんだん肉が生産されその食卓に並ぶようになってきて、たくさん食べるようになりましたけども、実は体にとってすごくすんなり受け入れられるもの。だってそんな100年200年程度に遺伝子が激変しませんよ。でよく言われるのは、女性はその乳がんになることが往々にしてあるわけですけども、小麦っていうのは発がんをとその催す乳がんになるリスクを高めるとか、そういうことを言ったりする。で小麦もまたあの日本人が古くから食べてきたものではないですよね、まあ、要するにパンってことですよ。でそういう意味では日本人にとっては、まあ、ビヨンドミートというかクリーンミートというか、まあ、とりあえずは大豆でから植物性のタンパク質を取って、タンパク質を補給する、摂取するっていうことがすごく合理的だというところから見てみれば、そういう意味ではいいことではあると思うわけですよね。まあ実際食べたことないのであんまりいい加減なこと言えないんですけど、ただまあ悪い評判は聞かないのは事実なんですよね。あ、悪い評判は聞かないんですよね。で、まああとはやっぱり偏見の類とか遺伝子組み換え商品、あの食品みたいな感じで、いやそれ本当に美味しいのかよと、いやそんな手の込んだしかも安っぽい肉、まがいもの肉じゃなくて本物の牛とかね、いい部位のそのブランド肉よくあるじゃないですか、ブランド牛とかね、僕は全然いいじゃねえかっていう、そういう人たちもがまずは抵抗するでしょうね。僕は言ってますよね、あ、破壊的イノベーションを促すときってエスタブリッシュメントがものすごい抵抗をすると、圧力をかけてくると。で今回のそういう話もしようか、あのビヨンドミートなりこの人工肉に関しておそらくブランド牛とかよくあるじゃないですか、神戸牛とか佐賀牛とか、ああいうところが強烈に圧力をかけてくる可能性はまずはありますよね。多分勝てないと思うな、まあ、破壊的イノベーションってそういうもんだから。で合理的に考えてやっぱり環境負荷がかからないっていうところがもう何より素晴らしいし、こんだけカーボンニュートラルとか EV とかあるいは再生可能エネルギーとか叫ばれていて、いやそんな理屈へ理屈通りませんよっていうところで、まあだんだん塗り替えていくのかなというふうには思います。ただ、まあ、どうなんでしょうね、あの欧米圏でも白人種白人種も、まあ、基本的には豆を食べているし体への親和性は高いと思うんですけどね、まあ、アジア人種はすごく高くていいと思いますよ。まあいずれにせよ僕はこれ、まあ、前から食べたいなと思いつつもなんかめんどくさくて買いに行ってないっていう、あと流通量がやっぱり少ないんでしょうね、なのでコストコ行ってちょっと買いたいなというふうには思いました。まあそれを知ったのも最近さっきなんですけどね、あそういえばビヨンドミートの肉食べてみ人工肉食べてみたいなと、まあ、人工肉っていう言葉があんまり良くないですけど、植物性のタンパク質を加工したものっていうことであれば、まあ、全然問題ないわけですよね。でそういうものがおそらくは数年経ったらマクドナルドみたいな大型チェーンでも一気に浸透していくだろうと、まあ面白い話だなというふうに思いますね。自動車が電気自動車に置き換わって、食事に関しては肉が人工肉に人工肉というか、まあ、クリーンミートに置き換わる。でそれはおそらく体にはいいということが普通に浸透する普及するのであればこんなに素晴らしいことはないわけですよ、ね、というわけでちょっとご紹介差し上げたいというふうに思いました。まあ、好奇心がある子に関だったらまあ食べてみたいなというふうに思うと思います。別に下手者とかそういうことではないですからね。であるいはそのビーガンとか菜食主義者ベジタリアンの方なんかはまあ当然ながらこれはもう素晴らしいものですよね。で体にも確か負荷はかかるんですよね、動物性のタンパク質って。
なので植物性のタンパク質の方が体はなんか変な倦怠感が出たりとかそういう人も確かいたような気がするんですけど、そういうリスクも抑えられるので、まあ、喜ばれるんじゃないかなというふうに思います。まあ、いずれにせよ食べてみるなり、ちょっと記事の方を見ながらイメージすると面白いかもしれないですね。まあ、当然ながら次世代の産業の種としては非常に面白いものだと思いますし、まあ、今畜産加工、まあ、例えば、まあ、今でもあるのかな、日本ハムとかね、まあ、覚えてないですけど、外資とシャウエッセンとかあるじゃないですか。でそういうところも加えて、さっきのブランド畜産業者のようなものもだんだん息を潜めていくだろうなと、プレゼンスを失っていくだろうなというふうに思います。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。